時刻は午前3時になりました。ナインティナインさんお疲れ様でした。ミツアイモンドのトミーです。神田です。挨拶最高。挨拶は最高でした。もう挨拶なのか分かんないです。いやすごいですね。ありがとうございます。でもあの挨拶ぐらいが良かったね。もう最後あのナイナイさんのところにちょっとあの、はい、出させていただけたということで、緊張とかいうレベルじゃなかったですね、うん、あの口から心臓出たんじゃないかな。出ましたね。歴史が変わる瞬間を見たんだ。もう歴史が変わったのか分かんないけど、記憶ないんでね一旦ね。一旦はいや、ナイナイさんと出川さんと淳さんと一緒のブースに入れる時間、いやそうだよ。いやもう今日帰ってもいいんじゃない。いやもう十分ですよ本当に。すごかったね。先週でもあの、うん、挨拶しないって言ってたよね君は。あ、君はあのこの芸能界から挨拶という文化なくしますっていう風に宣言を高らかにしてましたけど、ね、言ってないです。今日めちゃくちゃ挨拶してたから、ね、言ってないですよね。いやお前してたって。俺はしました、しました、しました。俺はもうあの挨拶、うん、もうなくすからねって言ってた。いや挨拶が一番大切。挨拶だけはした方がいい。挨拶そうだね、はい、デマやめて本当に。いやいやいや印象悪いから。いやお前言ってたって。いやマジで言ってない。挨拶なんかする必要ないって言ってたじゃんお前。いや言ってない、言ってない。いやめちゃくちゃ夢じゃない、なんか間違ってた。いやお前めちゃくちゃ今日挨拶しに行ったやん。めちゃめちゃ行きましたよ。そしたら矢部さんが後ろから登場してめちゃめちゃびっくりした。挨拶しに行ったら後ろから矢部さんが来たんだから。こんな雑魚はやっちゃいかんのよ。オールナイトニッポンゼロ、この矢部さんに挨拶しに行って後ろから矢部さん登場してわーってなってるやつらはダメなんよ。そう、それで、うん、その後トイレ行った時にも矢部さんとこうねお会いするタイミングがあって、うんうんうん、おはようさんって言っていただいたんですよ。じゃあ僕はいって言いました。挨拶しろってお前。なんなんそれ。いやもう出てこなくてびっくりして。まあね、習ってないからね。おはようさんに対しての答え習ってないからね。とりあえず肯定することしか言えない。はい。そうですね。それぐらいもう緊張しますから。まあ確かに。まあでもまああのすごい現場には立ち会わせていただいて。すごかったわ。だって。ナイナイさんと出川さんと淳さんがいるところを見れたっていうね。いや見れた見れた。マジでこんな職業体験ないよ。本当にすごいですよ。本当によかったよ本当。まあでもね、はい、もう今日はもうサクサク行った方がいいぐらいですから。そうなんですよね。もう、はい、ちょっとねともう行きますか、はい、それでは、はい、じゃあそれでは今週も始めていきましょう。水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、水溜りボンドのトミーです。神田です。はい、 いやちょっと吐きそうだわ。なんで緊張が今来たわ。いやいやいや確かにね。遅れてきてるよね今ね、うん、遅れてきて、ね、こんな感じでラジオやっちゃダメっていう、うん、ということで、うん、今夜の放送ですが、はい、事前にお伝えしていた通り、はい、ゲストが登場します、はい、ロンドンブーツ1号2号の淳さんでございます。おいや淳さんの賛辞を舐めるな。なんでほらちょっと衝撃の事実なかった。ちょっとさ、あの一回整理したい話がちょっと一回トミーの口からちょっと頼むわ。ちょっと僕らの中ではあの、はい、アツシさんね、あのずっとその、はい、初めてテレビ出た時の、うん、あの恩人だったりするので、もう本当にぜひ呼びたいという話はしてたんですけども、はい、まあ来ないだろうっていう。来ないだろうっていうね。そのさすがにだって。いやまあそうね。おかしいじゃん。だってその水溜りボンドの3時のそのオールナイトニッポンゼロに淳さんがゲストで来るからないじゃんと思ってたんですけど。いや言ってしまえばもうピンポンダッシュ的なことよね。そうそうそう、もう一応聞いてみたいな感じで言ってたんですけど、うんうんうん、あの淳さん来ますっていうことで、はい、あのスタッフの皆さんから言っていただいて、おすごいなと。で本当ですかって聞いて、ね、ギャンブルみたいなことだからね。でみんながその大丈夫来ますって言って、そうそう、でめちゃめちゃ僕ら疑ってたんですよ、うんうん、3時ですよって。3時の淳さんは絶対ダメなんだよ、うんうんうん、だってもうねそのすごいスケジュールパンパンの中、うん、3時の淳さんをそのブッキングできたのかと、うん、そう聞いたんですけど、皆さんが、はい、お来るみたいですっておっしゃってて、はい、さっきナイナイさんのね、あのラジオで少しお邪魔しさせていただいて、はい、出川さんがおあつし出てこいよみたいな、うん、こと、まあ、言ってらっしゃって、最高の空間ですよ。であつしさん来たと、はい、でその時にあのあつしさんが、うん、あ、水溜りボンド一部だと思ってたんだよねって。あつしさん一部じゃないです。だから言ったじゃん、僕らそんな売れてないっす。あつしさん二部です。めちゃくちゃ二部です。いやだ、二部なんですけどって言わないと、うん、言わないと勝手にそのなんかそのちょっとだからいい感じに言ったみたいになっちゃうから。そうよ、バラエティのアルティメット MC よ、あつしさんは何
アルティメット MC のエンタメパパよ。そんなダサいっけ、アツシさん。アツシさんってそんなダサいっけ。いや本当に、いや昔からいつもこうよ、いろいろなね番組に呼んでくださったりとか、そうですね、もう返しきれない恩があるわけですよ、僕ら。だから俺らがそのね呼ぶときは恩返しみたいな感じで呼ぶと思ってたの俺は。そうだね。もう最後の最後にお世話になりましたと。した僕らいやこのぐらいしかできないですけど、これもう恩返しますみたいな感じで、はい、僕らのもう巨大な番組に巨大な番組に呼ぼうと思ってたんだけど、うん、またこれ恩だよ。おい、恩だよこれは。そうなんだよな。え、一部ってことにできないですか。できないだろお前。もうなんとかな、一部が2個あるみたいなことなんかないんですか。並列のね、準一部とかじゃない。まあ言い方次第だからね。ねえ、うん、準一部にしよう。まあね、その衝撃のね事実があったんで、はい、今ね、2部なんだっていうその状況の中、はい、だってね、アツシさんが2部にいらっしゃったことないっていう。確かにそう聞いたら1部って絶対勘違いしてるもん。いやいや、そうだよ、そりゃそうだよ。そんなわけないもんね。本当に二十何年前にやられてたっていう話もありますからね。そういうこと、そのもう、まあもう来ていただけるんで、もうそれはもう腹割ってというか、もうせっかくなんで、はい、まあもうね、一生2部には来ないでしょうから。そうです、もう本当にラストチャンスですかね。聞いてくださる方はもう伝説の回なんだぞ、うん、っていうことだけ。アツシさんが2部に来た回。しかも何かしらのごちゃごちゃっとした手違いで2部に来た回。まあもう騙したね。そうですよ。なんか、いや、すみません、本当によろしくお願いします。はい、ということでね、はい、まあちょっとね、はい、いろいろ聞きたいと思います。いろいろ聞きましょう、本当に。もう本当4年前ぐらいからお世話になってる、いや本当にそうですよ。ということで、この番組は生放送ですので、リスナーの皆様からもメールで参加していただきたいと思います。今夜はテーマメールを、はい、なんて読むわけないので、うん、まあまあまあ英語ね好きだからね、テームっていうね、まあまあちょっと発音がね良くなりすぎて、すみません。淳さんへの質問を送っていただければと思います。はい、受付メールアドレスは全てアルファベットで mizu@onightnippon.com mizu@onightnippon.com でございます。はい、同じ内容のメールは1つだけで大丈夫です。はい、メールを送ってくれた方の中は抽選で5名様に番組公式ステッカーをプレゼントさせていただきます。はい、こちらのステッカーだけくださいというメールをお控えください。はい、番組ではツイッターハッシュタグもあります。ハッシュタグ水ダイモンド ANN0 でたくさんつぶやいてください。はい、はい、そしてですね、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中央区有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。よろしくお願いします。これアツシさんも映るってこと。そういうことですね。やばくない、やばいです、 すごいくない。そうだ、トミーはだからアツシさんにステッカーを渡してください。やばいだろ。いやいや、やばい、価値があるものなんで、価値があるものは。いや、まあそうかもしれんけど、藤原さんにも渡してるんで、それは。そうだね、隣の席なんだから、トミーは。いや怖いわもう、うん、怖いわもう。さらに、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信しております。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロラジオミクチャ、お好きな方法でお楽しみください。はい、この後アツシさん登場ですね。本当ですか。本当なんですか。さっきの一瞬で帰るとかないですか。いやいや、ちょっと楽しみに、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水溜りボンドのトミーです。カンタです。この時間は僕たち水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、それでは今夜のゲストにご登場いただきましょう。はい、ロンドンブーツ1号2号田村敦史さんです。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。やっと来れましたよ。いや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 、本当にありがとうございます。いやありがとうございます、呼んでいただいて。いやすごい、すごい本当に。ただもう俺、水溜りボンドは当たり前のように一部だったから、はい、ごめんなさい、そうなんですね。そうなんですよ、僕らは違う、二人が悪いんじゃなくて、俺日本放送がマジでセンスないなと。今水溜りボンドのこの勢いとかを、いやいやいや、これ分かってるからオールナイトニッポンにお願いしてるわけじゃん。だけどまだ2部にいさせてるっていう、日本放送マジでセンスねえなって。いやマジで日本放送センスないのよ、そういうとこ。早く上げればいいじゃないね。いや本当にめっちゃいい先輩いるな。超強い先輩じゃないですか。超強い先輩がいる。ただでも今の一部ももうガチガチ埋まってんだよね。ガチガチですね。今やばいっすよ、見たけど、うん、ラインナップを篠野源さんとか菅田将暉さんとか、うん、オードリーさんとかも、でナイナイさんもいるでしょ。
で一番いいのやっぱ三四郎のとこなんだよね。いやいや無理ですよ。三四郎も上がったばっかりなんでしょ。そうですね。まあでもそうですね、僕らでもまだ1年もやってない、ね、打ち明けるんだったら三四郎のとこだよね。いや何を言ってるんですか。僕ら何も言えないですってそれ。言っていいんだって。水溜りボンドなんだから、もっと堂々としててよ。いやいやいや、水溜りボンドなんだから。水溜りボンドってそんなすごいんでしたっけ。そうよ。いやいやいや、俺だから前から言ってんじゃん、その水溜りボンドと出会って、確かにテレビ東京の番組で初めて会って、ね、初めてもう4年前ぐらいですよね、うん、もっと前ぐらいか。でもあの時ってまだその100万人行ってないぐらい、行ってないですね。だって初めてテレビ出て、はい、初めて芸能人とされる人に出会った、うん、そうですね、タイミングでした、うん、濡れない水みたいな、やりました、ね、携帯電話を液体に沈めてもなんか濡れないみたいなやつよね。そうです、そうです、やりましたね。で、あの直後に100万人とか行って、はい、あれよあれよとなんかチャンネル登録者数がもう莫大に伸びて、いや俺あの時絡んどいてよかったと思って。いやいや、いや、しかもあの時の絡み方というか、あのもう僕らオンしかなくて、うん、もうでテレビに出ることは恐怖だったんですね。あの時って結構 YouTuber をこう下に見るというか、うん、結構全員よく言わなかったです。いたよね、うん、あんまりよく言ってもらえない流れだったんで、うん、で淳さんの番組出たらすごいよくしてもらって、うんうん、でもテレビでこんなに評価してくれる人いるんだって。いや多分ですけど、あの時唯一ぐらいですよ、うん、多分テレビ側の人で、うん、YouTube おもろくないって言ってくれてたのって、うん、だってもう自分でメディア持つっていうのが俺も夢だったから、はいはいはい、そういうメディアを持つっていうのをやってるから、逆にだから日本放送マジでセンス、いややめてください、やめてください、こんだけメディアで言ったらもの同じぐらいの強さがあるメディア力で言う、無理です無理です。でもね、それを2部に置いとくっていうのがなんか俺は下せないな。いや、水溜りボンドが3時でやりたいって言うんだったら俺は3時でも来るけど、いやだからてっきり本当1時だと思って。いやそうそう、さっきおっしゃってましたもんね。すごい話で、ミクチャあるっていうの、ね、今聞いてましたもんね。あれこれ何ってミクチャって。あ、そうそう、なんか、あ、これなんか、そうなんですよ、ね、一部はないんですけど、うん、ゼロはあるんですよ。そうなんですよね、だそうだよな。でもあの頃ってその、うん、テレビ側の人からしたら淳さんって結構風向き強かったんじゃないですか、そのネットをこう認めてるっていうのって。あー、いやいや、俺はなんかそのツイキャスとか、はいはいはい、ニコ生とかも、ね、そうニコ生とかを結構早めにやって、はいはい、ニコ生はコメントがちょっとそのなんていうの、まだあの時にその、はいはい、煽り体制がなくて、はいはい、一回心折れちゃってんのよ、はいはいはい、そうですよね、うん、確かに。でやめちゃおうってなって、でもツイキャスの方がコメントが優しかったからずっとツイキャスやってた。僕多分リアルタイムで見てました。あ、そう、え、俺のツイキャスを休日みたいなやつ、うん、淳の休日、あれ見てちょっとネット面白いなって僕多分思ってる。えぇ、ーはい、それこそだってもうテレビ番組とネットも繋いでましたもんね、なんかその前。そうそう、だからツイキャスで考えた企画が今もテレビの企画になってたりする、はい、はい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 、はい、そうそうそう、それで言ったら多分僕らより早く多分もうやってるぐらいの感じだと思うんですよ。いやでもそこをさ、その YouTube も確かもう始まったぐらいだったんだけど、まだよく分かってなかったから、ツイキャスがあるからいいかと思って YouTube やってなかったんだよ、はいはいはい、あ、そうだった。そうで、吉本興業に所属してるから、うん、はいはいはい、なんかこうお金が発生するとすぐ吉本が首根っこ捕まえに来るから、だから俺淳の休日っていうタイトルにしてたんだ。あ、休日には意味があって、あったんですか。そう、休みの日だから、うん、事務所がとやかく言う権利ないですよねって戦うために淳の休日だで、そしたら本当に何も言ってこなかった。すごい、うん、お家でやってらっしゃいましたよね。 そうそう、配信機械とか機材とか入れて、うん、VR3 ってやつ入れてやってて、はいはい、であのままもう YouTube に移行しとけよかったんだよね。確かに最強になってます。確かに最強になってます。でもさっき言ってたのよく僕ら話すんですけど、淳、うん、さんがこの時代に生まれてたらもう最強になってた説はちょっとあって、説あります、まあ、今もちろん最強ですけど、そのネットの時代に僕らの年代で淳さんいたらもうめっちゃ嫌ですもん、うん、そうだ、めっちゃボコボコにされるなっていう。いや、そうそう、ボコボコにされるなっていう、すぐ下から行こうっていう。そうそうそう、いや俺でもね、そう多分捉えられてはなかったと思うんだよ、その YouTube の流れみたいなの。あ、その瞬間ですね、うん、で2人は作ってったじゃない、その YouTube がまだそんなにみんなが見てないとか、うん、こんなに話題になる前からやってるから、はいはい、嬉しいです。ベットしてるタイミングがやっぱ早いしね。でそっからこう認められてるから今のチャンネル登録者数じゃない。
いやーでもあの時でも淳さんがこう認めてくださったっていうのはすごい僕らの中で大きくて、うん、そのめっちゃ話したよね。そういう話、それこそその芸人さんを見て育ったテレビっ子ではあるん で、うん、で憧れだもんね、自分たちのやってることが。でも自分たちが憧れてたその人たちからは認められてないんじゃないかって思ってたんですよね、うん、なんか YouTube ってものが。あ、そうだから、そもそもそうだったよね。実際淳さんがその、そういう対応だったんで、僕らとしてはすごいなんか自信になったというか、うんうん、本当に。だってすごくない？自分たち企画考えて、うん、演者やって編集やってって、いや、そのキャスティングもできるわけじゃん。まあまあ、そうですね。だって自分が嫌な人呼ばなくていいじゃん。俺テレビとかだと嫌な人と絡まない。だって来るんだもん、嫌な人が。すごい嫌なわけじゃないから、まあ、NG とかではないけど、ね、NG は一人しかいないから言わないけど、言わないけど、言うと日本放送困るから言わないけど。言わないけど。そのちょい嫌だなぐらいの人、ちょい嫌だなと思う、なんか絡みづらいなと思う人ともやんないといけないじゃない。だけどないでしょそんなのは。もうないですね。ね、基本は、はい、自分たちが好きな人だもんね。友達だったり。そうですね、うん、私あんまり悪い人いないって言うとまたあれですけど、うん、そのなんか絡んで嫌な人もいない。そうですね、みんな YouTube で見たまんまだったりする、うん、それこそね、出演費が存在しないですよ YouTube って。え、だから YouTube って LINE でちょっと明日空いてるみたいな感じなんですよね、うん、で来てコラボ撮ったら向こうも、うん、あ、今ちょっと俺らこういうのやってんだけどちょっと撮っていいみたいな感じなんですよ、はい、なんでちょっと難しい。まずその仕事っぽくやってない時点で嫌な人が来るとかはありえない、ね、なるほどね。で逆にその数字目当てでこの人コラボを言ってきたなっていう人にはみんなこう引いちゃうんで、うんうん、一回ご飯行こうとか、うん、一緒に遊んでてで動画撮らずに解散するみたいなこともあったりするんですよね、うん、へえ。飯食ってる時に今度あそこ行くの動画にしようぜとか言ってたのがみんなで集まっていくとかはあるんですけど、うん、だから基本的にそのすごいリアルお給料がその出演って形では発生しないんでしない仕事じゃないんですよねそもそも。めっちゃいいじゃん、はい、遊んでる感じだもんね。まあまあそうですね。で遊んでるっていうか、まあ、やりたいことをやってるってことだよね。間違いないです、まあ、そうですね、そうですね。あれもなんか羨ましかったな、南極か北極か行ってるやつ。本当に南極行きました。罰ゲームですけど、ね、いや、ね、罰ゲームだったとしても南極に行けるってすごくない？いや南極嫌だったろうけど、いや、まあ、すごいよね。 その瞬間はめっちゃ嫌でしたけど、うん、年末ね、まあ、もう全部潰れたもんね。帰ってきてから振り返った時はやっぱすごい財産だったというか、うん、南極に行ったんだな、はい、俺。しかもそうだよ、ね、シンプルに別に一緒に行くクルーがいるわけじゃなく一人で行ってますからね。いやだからそこがすごいよね行動力も含めて。そうですね、あれはでも本当に自分でこうなんか GoPro を自撮り棒みたいにつけて、うん、なんか SD カードなくなったらおしまいなんですよそうなんですよね。 GoPro 落としたらもうその旅なかったことになっちゃうんで。いやもうその、うん、そうか、データもぶっ飛んだらもうおしまいなんだもんね。そうですね、だからその南極に向けて、宿泊してる船から南極に毎回ちっちゃいボートで行くんですけど、うん、毎回帰ってきたらすぐ自分の部屋戻って、うん、パソコンにすぐデータ移して、うん、ハードディスクにもデータ移して、うん、もうそれをもうなんか隠すぐらいの盗まれないよ。そっか、このデータがなくなったら終わりだって言ってないことになっちゃうね。言ってないことですよ。もうクルーもいないし、うん、データ管理も自分なし、演者が自分でデータを守るって、ね、そういう状況ではありましたね。ね、南極の海に飛び込んでたもんね。そうですね、まあ、そういうのはまあもう実際だったらなんかこういろいろなしがらみがあると思うんですよね。今そのちょっと危険だったりもするんですよね、うんうん、あれって、まあ、どこまで言っていいのか分かんないですけど、うん、もう現場はすごい爆音の、うん、音がなその音楽が流れてて、あ、そっかそっか。でみんなでそのこう度数高めのお酒を一気に飲んで体をポカポカにして、だってみんなバカンスみたいなもんだもんね。それで船員さんたちともう全力のハイタッチをしてもうだからラグビーの試合前みたいな感じですね。いや、羨ましいわ。で飛び込んですぐこう引き上げられて、うん、もう一回お酒飲んで体温めるためにもう死んじゃうからみたいな。そういうシーンカメラ回す余裕なかったりするもんね。そうね、まあ著作権でまたあれだったりしたし、うん、でもあの経験は確かにすごいなんかこう貴重な経験ではあるなと、うん、でも俺2人に言われてすげえ残ってんのが、はい、なんか俺正月休み、うん、はい、こうシンガポールに行くんだよねみたいな話をした時に、
あ、僕たちだったらそこも全部撮りますけどねみたいな、あ YouTube の撮り方教えてって聞いた時に多分そう言ってたんで、はいはいね、全部が淳さんが行動してる全部がコンテンツになると思ってた方がいいですよって言われたのがすげえ残ってんの。いやでも本当にそうよね。そうです、本当にそうだと思います。でも淳さんがその YouTube 始められた時にで僕、うん、淳さんがめちゃくちゃ伸ばそうと思ったら伸ばせれると思うんですよね、うん、そうなの。いやなんか多分そのしっかり基盤を作って多分長く続けれるチャンネルをこう作ってるのかなってちょっと思ってて、今あその亮さんのためにまず始めたのもあるからね、で一回抜けちゃったのよ。ああ最近そうですね。その大学院とその仕事、うん、テレビの仕事がちょっとしんどくなってきて、はいはい、これ YouTube に割く時間がなくなってきたと思って、うん、で別にテレビが優先とか YouTube がそのないがしろとかなかったんだけど、うん、その寮があの復活できたから、うん、とりあえずこの1ヶ月間だけちょっと寮さんやっといてくんないって、その大学院の単位だけ俺取ってくるからっつって、はいはい、無事単位が取れたから戻ったのね、はい、でもちょっと早めに戻ったの。りょうさんだけだったら再生回数がめちゃめちゃ減ってってりょうさんりょうさんそれはどうしようもないですね。再生回数がって、そのスタッフに、はい、あつしちょっと早めに戻ってくるな再生回数がさーっつってすごいですね。そういうあれはあったんですよ、裏事情というか。そう、裏側があったんですよ。エース、部活にエースが全然来なくなったみたいなことですよね。そうなので、やっと戻ってきましたエースみたいな感じで、はい、最近娘のためにアンパンマンのおもちゃで遊ぶっていう動画を上げたんですよ、はいはいはい、うん、そしたらそのりょうさんより回らなくなっちゃってやばいじゃん、なんかイップスみたいになってるね。それはおかしい。だから今ちょっと立て直さなきゃいけないなっていう時期に来てるから。でもなんかその芸能の方が始めるときって結構自分たちのそのまずそのプライベートをまずこう出してみたいな意外性で行くところを、多分あの淳さんがやってたのはなんかキャンピングカーをバーンってやってるのが、まあなんかもう本当になんか YouTube って楽にお金稼げるんでしょっていうテンションじゃなくて、こうなんかこういうコンセプトでこういう風に続けていくチャンネルですっていうのをバーンって前に出したなと思って。そうだ、水たまりボンドみたいなことは多分できないなと思ったから、大人がこうやりたいように遊ぶみたいなとこにしないと、俺46歳だし、でテレビしながら YouTube もやりながらラジオもやりながらで他のメディアも出ながらってやる時の YouTube のその意味合い、はいはいはい、ってなんだろうなってなったら、りょうさんとしっかり遊ぶみたいな。あめちゃめちゃいいですね、うん、だから明日から上がる動画はまたちゃんとキャンプをやってるから、やべえよこれ再生回数いかなくなっちゃってんじゃんっつって。いやもうなんか今聞いてる人は明日の動画全然再生するわ。いやそのアンパンマンのおもちゃで遊んでる動画を一回見てほしいんだよ。全員見に行こう、もう全員見に行こう。二回ずつアンパンマンの全然回んないのよ。あと俺が鼻笛っていう、はい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 、あの鼻の息で、はい、笛を吹くで、はい、口の大きさで音階を整える鼻笛っていうやつを、はい、あのいろんな楽器が回ってるって亮さんに言われたから、はい、淳の鼻笛やったらつって鼻笛やったんだけど、はい、2000回しか回ってない。それもすぐ見に行きましょう。それみんな言いましょう。なんか2000回とかいや20万とか40万とか回ってで、うん、ある程度人が来るんだろうと思ってたら、はい、2000回急に。いやそうっすよね。そんなのある。いや、そこまでのあれは差はないでしょ。ないですけど、でも急にそんなみんな無視するって思う時ありますよ。なんなのあれ、昨日まであんな笑ってたのに、うんうん、今日の動画絶対楽しいのに通知は行くわけじゃないですか、うん、みんな無視するじゃないですか、うん、つまんねっていうことじゃないですか。だからこの能動体の怖さですよね、うん、そのテレビだったらこうチャンネルをこう回しててこう、うん、ザッピングするけど、 YouTube はやっぱ能動体というか自分で選択してるんで、うん、興味あるかないかがすごい心配になりますよね。それどうやって合わせに行ってたの？その、あ、やばい今日の全然見ないじゃんっていう日もあったんでしょ。まあまあ多分今はもう安定飛行に入ってるだろうけど、うん、まあ昔よりは安定するようになりましたけど、うん、ちょっと
と4年前ぐらいは10万再生の日もあれば100万再生の日もあるみたいな、うん、そのぐらい波が、そんな差があんの。いやめっちゃありましたね。もう企画だけでこう例えば iPhone を使ってとかその話題になってるものをやると一気に再生数取れるんですけど、うんうんうん、けどその次の日に僕が脱臼しましたって動画は再生されない、ね、7万再生。いやそっちの方が俺見たいけどね。今は僕の方が多分その見れるようにしていったんですよ、うん、ああなるほど。なんか脱臼をしたっていうこともちゃんと面白く見せれるような作りができるようになってきたんだ。だんだんだからその動画の尺が伸びてって、うん、会話を入れるようにしたんですよ、うんうん、だから情報知的好奇心からちょっとこうバラエティ寄りなところを攻めれるようになったから、はい、今は脱臼の方がいいと思うんですけど、あの頃僕脱臼してんのに誰も見ないなんで脱臼してるよって、あのトミー脱臼してる動画めちゃめちゃ滑って、うん、でその次の日の iPhone の動画でなぜか脱臼した状態で出てるんですよ。でもその説明は起動してるから誰もしないですよ。そうね。でも100万再生回数は少ないから知ってる人の方が少ないんだもんね。そう、誰も知らない中でなんかこれ脱臼してんなっていう状況なんか物右手でしか取らねえなっていう状況はありましたね。なんか包帯とかもなんか僕とかもやっぱ再生数が大切じゃないですか、うん、その頃、うん、だからそれはそうだよね、見てもらわないとね。 iPhone の企画をこうやんなきゃいけないのに、うん、相方が脱臼してるのは邪魔なんですよ。そうだね、情報としていらないです。なんで怪我してんのっていうのが邪魔になっちゃう、うん、サムネとかもこれでいいのか嫌じゃないですか。そうね、それメインにしたくないですね。 iPhone をこう見せてたらどっちってなっちゃうんで、うんうん、まあ、なんでなるべく包帯外せるとき外そうみたいな、つ、ね、るのはやめようみたいな。まあそのそうね、大行に見えるからね、うん、ここはやめよう、うん、でもよく見たら手の周りあたりはなんかコルセットみたいなちょっと巻かれてるんですよ。右手ちょっと太くなってるんですよね。長袖でこうやってここがちょっと見えて、それもまだ見れるんでしょ。まあもうだからアーカイブで残ってるから今となってはもうストーリーになってますけど、あの頃はそれ全然再生されなかった、しかもその時期確か就職するかしないかめちゃめちゃ迷ってた時期なんで、うん、え、はい、YouTuber にならないっていう選択肢があったの。それこそ僕らお互い親めっちゃ厳しいんで、うん、就活をするかどうか大学3年生の時めちゃくちゃその結果出なかったらやばいみたいな空気をずっとあって、ね、うんうんうん、もうその脱臼で滑ってる場合じゃなかった。iPhone で100万再生取んなきゃいけなかった。しかそのトミーが脱臼した理由がその、ね、うん、遊びで野球してたらなぜか転んじゃってみたいなのがあって、うん、そうそうそう、その映像もないんで動画外で脱臼しちゃってるっていう。そうなんですね。あ、そっか、終えてないのね。ただただそれがあったらなんか良かったなとか、脱臼の瞬間が捉えられてたらまだね。そうもそうですね。だから僕らはね、俺らは面白かったんですけど、ファンの人は求めてなかった。でも今はもうそんなのないでしょ。そのやっべ、なんか今日ものすごい外し方してんじゃんみたいなのないでしょ。ものすごいことはなくなりましたね。だからなんか大体予想ができるようになってきたんで、はい、あ、まあ、これはこその再生数じゃなくて、うん、まあ、こうコアなファンの方見てほしいものだなとか、これは男性が多いなとか、これは女性が多いなっていうのは大体分かってきたから、うん、まあ動じなくはなりましたね。なるほどね。でもやっぱ上下はしますね、うん、そういう時俺みたいにさ、そのおもちゃで遊ぶ動画が全然回んないじゃんっていう時はすぐ変えるの、それともそれをなんか見てもらうようにテコ入れしてからもう一回出すの。あ、なるほど。俺は全く再生されてないのに同じテイストでもう一回出してみたのよ、はいはい、あ、そうなんですね。そしたらまた再生回数がさらに低くなったんだよね。あ、その場合は僕はその数字が出たら、うん、アンパンマンはもう一生やらないなもうアンパンマンはもう俺は見ねえぞ。そんなにもうバサーって切るんだ。でも大体もうその題材がすごい大切なんで、うんうん、今これアンパンマンを見てる子供たちが多分自分のチャンネル見てないなっていうのが、うん、なるほどね、わかるんで、うん、じゃあ違うおもちゃにして、うん、おもちゃを紹介するのが面白いっていうイメージがついて、うん、ようやくアンパンマンちょっと出してあげるか、うん、あー、なるほどね、下地ねとか、まあ、自分たちの持ってるテイストの中にアンパンマンを入れ込んで、うん、その例えばドッキリの中にアンパンマンがなるほどね。めちゃめちゃアンパンマンを使いたい場合ですよ、それは。確かにもうあのずっとキャンプとかやってたのに急にアツシ戻ってきたら なんかアンパンマンの中に遊び始めてるってなって、うん、このチャンネルどこに行こうとしてるんですかみたいな、そのそ、ね、見てる人の迷いは確かにコメントであったの。そのアンパンマンシリーズを将来シリーズ化する場合は、うん、キャンプでなんかアンパンマンシリーズのものでキャンプしてみたみたいな。あ、なるほど、うん、
これはいいアイデアいただきましたよ。いやアンパンマンそんな押さなくても当てたい時のみですよそれは。アンパンマンを人気にするのがアズさんの仕事じゃない。それで言うと、あでもまあなんとなく分かったよその感覚が。いやまあでもで、ね、だからでも YouTube でそのうわこれ全然見て もらえないじゃんとか、あこれ見てくれるんだっていうのは楽しいけどね。あまあそうです ね確かにそれを知れるの意外とこうなんかあここに再生ロジックあったんだみたいなのはちょっと、ね、めちゃくちゃ不思議ですね、うん、僕ら去年あの巨大チャーハンを作るっていうドッキリみたいな、うん、職員さんあなんか見たなそのサムネ見たな、はい、すげえ波になってるあのチャーハンのやつ、はい、あれはまあ気になるかなと思ってこう載せたら1分間にもう1万回とか再生されて、うん、普通のもう5倍とか6倍なんですよ、うんうん、そんなことが起こるぐらいみんなが押したくなるんだとか、うん、なんかそういう発見はありますね。意外とここにツボあったなみたいなね、なんか人間のその欲求というか、うんうんうん、なんかこれそんな見たかったんだっていうのはだからそのデータは毎回毎回2人は上げるたびにデータがこうアップデートされていくんだもんね。まあまあそれはそうですね、はい、うん、だから2人にしかもう感じられないなんかがあるんだよね。うん、そうですね、うん、だから今からねテレビの作家さんが多分こう来て、うん、まあ、企画は面白いと思うんですけど、うん、なんか多分僕らのこう肌に合わない可能性腑に、うん、落ちないことがあったら意味がないもんね。そうなんですよね。なんかこうだしやっぱりそのどのチャンネルで何をやるかっていうのがめちゃめちゃ大切なんですよね、うんうん、だからその他の YouTuber さんだったらめちゃめちゃ伸びる動画を僕らがやっても、うん、あんま見たくない掛け算になってないと再生されないんですよね全然、うん、だから自分たちらしいものを入れつつっていう。そうだな。だから急に戻ってきてすごい方向転換をしちゃったんだ。確かにそんなの考えたら分かりそうなもんだけど今2人に言われてようやくそれをあ意地になってやるとこだったよ。アンパンマンを打ち続ける可能性があったんですね。すぐやめるわ。アンパンマンが悪いみたいな。この後もねどんどんねいろいろ聞いていきたいですね、はい、お願いします。すいませんよろしくお願いします。 CM はい CM です。よろしくお願いいたします。ミツサマイボンドのトミーです。カンタです、はい、引き続き今夜のゲストは田村敦さんです。はい、お願いします、はい、リアクションメール読んでいきます、はい、ラジオネームルイは友を呼ばないさん、はい、あれこれって敦さんのラジオでしたっけ。敦さんめっちゃ話し場を回してる。さすが芸能界のアルティメットパパだな。呼び方やめろ、ね、今日のゲストは水溜りボンドのお二人です。いや確かにそうなりつつある。本当にそうしましょう。そうなりつつある。俺そんな喋ってる。いやそう、いやもうなんか敦さんが MC でみたいになるんでしょ。どうなんだろう。いやこれすげえあんのよ。なんか敦が出たら結局ロンハーみたいになってるみたいなことを、うん、いろんな番組で言われるから、はい、そのなんかゲストで呼んでもらってんのに結局ロンハーだみたいな感想がいやいやいやテレビマンに行くから、はい、なんかアツシ呼んでもロンハーって言われるんだよ。いやロンハーいいですけどね。ロンハーいいですけどね。ロンハーでいいんですよ。いやいいんだけど、はい、あと出川さんのあの充電の旅、はい、に出た時も、あ見ました見ました。アツシがすげーシャシャっててすげー綺麗見るのが嫌になったとかって言われて、俺もなんかなんていうのテレビの人に敦さんも自由に出川さんを困らせてやってくださいみたいなこと言われるからきっちり仕事してるのにきっちり嫌われるっていうなんかよくわかんない仕事だな。いやでもまあまあまあ僕らのねリスナー絶対ないですけど ね、できる限りの文字数敦さんに喋っていただきたい。嫌だよ。水溜りボンドができるだけ聞きたいんだもん俺二人の話。いやもう僕らめちゃくちゃ今日聞こうと思ってめちゃめちゃ楽しいです。敦さんにちょっと聞きたいなと思ったのが、うん、僕ら今26歳、27歳なんですけども、うん、まあ、水溜りボンドっていうコンビ今、うん、YouTube とラジオとテレビをやってまして、はい、一応テレビでレギュラーをこう持たせていただく。あ、なんか見たな。そうなんですよ。 TBK でテレビから、うんうんうん、水溜りボンドのまるまる行くってよっていう、うん、その、まあ、僕らのロケ番組みたいなのが始まったんですけど、うん、まあ淳さんだったら今水溜りボンドだったら、うん、もう僕らに成り代わったらどう戦っていくのかなというか、俺が水溜りボンドだったら、ね、何仕掛けていくのかな。この年齢になるまでもう勝ち抜いてきていらっしゃるわけじゃないですか。ウーム出るね。ネット記事になっちゃうこれ。俺が水溜りボンドだったら皆さん来てます。ウームと業務提携でいいのよって思っちゃう。そのなんかウームはウームさんにもお世話になってるでしょきっと。あそうです、ね、だから別にすげえ飛び出るわけじゃないけど
ウームさんと業務提携で出たことにして、はいはい、超フリーな状態にしてあげるので、裏でウームとつながってるのはいいんだけど、だから、はいはいはい、うちのリョウさんみたいなの、だから俺リョウさんみたいな本当はなろうと思ってたの、はいはい、吉本出てやろうと思ってた大丈夫ですか、全然大丈夫大丈夫ですか、大丈夫だよね、その話してたからで、吉本俺出ようと思ってたんだけど、なんかひょんなことからリョウが出ることになっちゃって、ひょんなことから、ひょんなことから、なんかコナン君みたいですね、ひょんだったでしょあれ、ちょうど1年前だよ、はい、ひょんだったなあれ、はい、ラジオ、僕らがラジオ出させていただいたらそう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 、そうですね、ひょんが起きて、あの後ぐらいだよね、あの後でしたね、ひょんが始まりかけてたんだから、そんな、あの時ひょん始まりかけてたんだ、そんなひょんに詰まってることありますそうだ、ひょんってそんなに重たい単語じゃないですかねで、俺が出ようと思ってたのにりょうさんが出ることになって、でもどっちかが残ってることが俺は理想だったから、うん、今俺は吉本に残っててりょうさんが出てるけど、はいはい、でも本来は吉本興業から飛び出てるロンドンブーツっていう方がなんかこの人たち自由にやってんなと思われるから、吉本の所属でいいんだけど出てる扱いにしてくれるともっと吉本にも収益上げられますよっていう俺の中のロジックがあったんだけど、ブランディング的なところですね、だから水溜りボンドみたいにも大きくなった人は、まあウームにお世話になってるのは分かるけど、裏でつながる、まあこれもラジオで言っちゃってるけど、もし僕らが出たとしたら、うん、あいつら裏でつながってる、繋がってるって俺は思うよ、あーなるほどなるほど、うん、でもうもっと仕掛けられると思うんだよね、あーそのちょっと何の垣根もなくするみたいな、財もあるじゃん、財、まあ、財もあるよ、財とヒョンで今だったら、まあ、そのテレビ番組のレギュラーでもいいけど、はい、何をするっすか、そのもし、うん、もしそうね、まあ、仮に出たとして、まあ、垣根ないもん、そうですね、うん、どっかの電波買いに行くんだと思うんだよね、うーわいやかっこいいですけどね、いやいやいやどっかの電波僕ら買いに行くんですか、買えると思うよ、いや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 、そのなんか募ったりしてみたいな、そうそう募って、まあ水溜りボンドだけでも俺できると思うけど、いやそんなないですけど、ね、だからメディアを持ってんだから、うん、いろんな YouTuber と組むみたいなこともあったりするんですかね、うんうん、どういうの、周りの YouTuber、 あそうそう、もう固めてもいいんじゃない、あでどっかの電波を買いに行く、買いに行くね、攻めてますね、それは僕ら総務省と喧嘩するんだ、いやいやいや喧嘩するじゃないですか、いや電波をこう分けてんのは総務省だから、なんか聞いたことありますね総務省が割り振ってんの、はいはいはい、でそれが俺悪いって言ってんじゃなくて、総務省から電波の権利だけもらえればいいわけだから、はい、でもらったらもう日本放送も出ていけばいい、いやいやいや、やめてください日本放送のなんか、俺はもう日本放送と何のしがらみもないから、ね、俺レギュラーないし日本放送で、でも昔やられてましたもんね、昔やってた、いやそうですね、それもだからすごい、俺のやつ日本やってたよ、でもじゃあ一部を狙うっていうのはないんですか、その僕らがそのさっきおっしゃってたように一部狙うっていうのは、でも電波買う話をされてるからなんですか、それで言うと、でもオールナイト日本っぽいのをやっちゃえばいいんじゃないと思うけどね、対抗して話いや一部に上げてくださいって言って、はい、日本放送さんが、うん、一部にはまだちょっと上げられないんだよねって言ったらもう出て、オールナイト日本の裏でそう裏まガチガチにやっちゃえばいいじゃん、星野源さんのとこには誰を当ててとか、いやいや星野源さんに当てれる人います、ナイナイさんのとこには誰を当ててとか、もう日本放送さん僕らはそんなこと思ってないです、アツシさんが全部言ってるんで尊敬した先輩ではありますけども交渉をしに行くってことだからね、うん、でも一部の方がいいでしょ、で、水溜りボンドのファンも思ってるはずだし、逆にこのゼロでファンの人が安心しないでほしいよ、納得しないでほしい、なるほどなるほど、なんかオールナイトニッポンのゼロを水溜りボンド、私たちが僕たちが応援してた水溜りボンドがゲットしたぜじゃないのよ、もっと上なんだが高みを目指さないと、一部に行けと言うと熱い熱い、うん、いやその行けるって、いやちょっと確かにアツシさんマジの目してるで俺が日本放送の編集、ね、なんだっけ編集局長、編成局長だったら、はいはい、そうしてるね、いやすごい、なんでいつまで水溜りボンドゼロでやらせるんだよ、いや怖い怖い怖い
横並びもすごいですからね。僕らはゼロでやらせてもらってます。ナイナイさん追い出すのが一番いいと思う。なんてこと言ってんすか。なんてこと言ってんすか。生放送でさ問題発言するから。なんてこと言ってんすか。それが問題発言なんですよ。生放送で問題発言するんだから。いやいや違うんですよ。そんな人は追い出して。僕らこれを裁く技術ないです。アズシさんが問題発言に対しての問題発言が問題発言なんで今。今日久々に生放送やったって聞いたよ。そうですね、久々に僕らも挨拶だからやれるんだって。今じゃん仕掛けんのは。いやいや仕掛けない。うずうずしてよ俺の話聞いて。なるほど、まあ、でも確かにその闘争心みたいな、うん、その YouTube を始めた時の、うん、ちょっとテレビになんか食いつくぜみたいなのはなんとなくなくなってきてる、うん、確かに攻めの姿勢を、うん、そう攻めの姿勢だから水溜りボンドがすごいのってすごい2人ともこう柔らかい表情を持ってんだけど、うんうん、根っこはめちゃめちゃファイターだから。でもめっちゃ分かってくださってますね。めっちゃ、このめっちゃファイターな部分を俺日本放送でも出してほしいなと思う、ね、日本放送にでこれを思ったのもね。いや恩返しすればいいじゃん最終的に。日本放送にもっともっと大きくなって敵対しろっつってんじゃなくて、日本放送の株を買えるぐらいになればいい。なんてこと言うんですか。株買われるかもってなるじゃないですか。ね、すげえ。あいつらゼロやりつつめちゃめちゃ楽なんだよ俺回してないから。ゲストで行ったら好きなことしたくなる。そうですよね。え、僕らゼロやりつつ株少しずつ買っていくんですか。もういいじゃん、うん、確かに、ね、それでいつか一部行くぜみたいな、うん、だって日本放送の株を買い占められたらフジテレビ買えるんだからさ、はい、それホリエモンさんがやろうとしたんだから。いやいやいや、それはとんでもないことになってます。ホリエモンさんがやろうとしたことを僕らはちょっとね遂行できないと思いますけどね。YouTube やりながらだしその時それぐらいのことしろって思ってるんですね。もうだからもう戻れる場所があんじゃん。あ、 YouTube のチャンネル、今のチャンネル登録者数が何よりも物語ってんじゃん。もう最終的にそこに戻れるっていうのが一番強いから冒険できんのよ、うん、であそこはこうしっかり自分たちどういうことやって外に出た時に、うん、もうやばいね水溜りボンドってあいつらおかしいぜっていうぐらい、うん、自分たちのチャンネルではすごいほんわかしたことをやって外に行った時には株買うぜみたいな、うん、買収しまくるぜガチガチになんか日本のメディア買いに行こうとしてるなとか、うん、日本の芸能界を変えようとしてるなとかそれこそ挨拶の話さ冒頭でやってたけど、うん、ほんとマジで挨拶とかいらないじゃん。いや僕らは、ね、挨拶いるんだけど会った時でいいじゃん。なんかその楽屋に挨拶に行くみたいなのまで、まあ、水溜りボンドが俺の楽屋に来てくれたじゃん、はいはい、違うよそれじゃないよ。あ、そういう目だったんですね。そういうことだったんですね。そういうもっと自由に楽しくやった方がいいよって、ね、ここの俺もブースに入っていた時に2人が挨拶もしなかったら俺多分注意すると思うよ。そうそう挨拶大切じゃないって、ここに入ってきた時ですね、うん、このブースに入ってきた時に挨拶がないんだったら言うけど、はい、もうわざわざ楽屋にとかっていうの、そのなんか昔の芸能界の島田紳助さんが誰かを怒ったからみんな怯えてただからやってるだけの。アズシさんびっくりした。アズシさんびっくりした。自分の顔ふさげるかと思いました。編集ないですよこれ。はい、全然いいよ俺、うん、自己責任だし、はい、僕今ミクちゃんに映んないのに顔こうやってこの瞬間が切り取られて LINE ニュースになっちゃうこう隠そうかなと思いましたもん。俺はもうこれもししんすけさんがそんなことで怒る人じゃないと思うけど、うん、怒ったらそれこそ全部怒られてるところを YouTube で晒すからね。怖い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 な。そういう使い方する一番ファイターですよね。いやいや、でも2人にファイターになってほしいから。いやいやいや、そこは本当に思う。確かに僕らの年齢の人たちの番組にアツシさんが来てもらえることなんてないですもんね、うん、いや本当にそうなんですよ。僕らがもし芸人だったら、俺でよかったら呼んでほしいけど、ただ本当は俺46歳じゃない。で、はい、26と27でしょ、はい、は20歳も違うわけじゃん、はいはい、本当はここにあのスペシャルウィークなんでしょ、はい、だから同年代のイケてる役者とかを日本放送はブッキングするべきだった、はい、俺なんか平場でいいのよ。平場で来たかったよ。なんかスペシャルウィークなんだ、なんかちゃんとしないといけないじゃん、なんかあ、なるほど、って思っちゃう。普通の回で平場の方が暴れもっと暴れられる誰も聞いてねえっつって平場の回の方が暴れられるのよでもね、なんかその空気は僕らもなんか若干察知したんですよね。そのさっきに、うん、のブースからなんか控室の方に挨拶しに行った時に、うん、あれなんか挨拶違ったかもしれんみたいな空気はちょっと若干 ね、あれは寝起きだったのよ。あれは寝起きむずっ。アツシさんむずでもあれは寝起きなんだ。3時に来てくださってるわけ、うん、いや本当にそうよね。いやいや、
何時でも来ますよ水溜りボンド。確かにこのちょっと火がついた感じはありますね、うん、やっぱそこまでね極端にこうアドバイスが来ると正直思ってなかった。2人は俺がこんなこと言うよりももっとしたたかに俺が想像しないような仕込みをもう始めてるんじゃないかなと思うけどね始めててほしいしうわそんな綺麗にそんな綺麗にそういう顔とかじゃなくてみたいなのが今もうありそうだけどね。あ、うん、今まあでもここで言えないだろうしその仕掛けはね、まあまあそうですね。でもなんかやってくれそうだなって思うから俺は水溜りボンドから目が離せない。うわうわなんとか考えよう。あとちょっとすぐ考えよう。なんかその前からやってましたみたいな感じで今ね、今新しい会社のストックオプション全部もらおう全部もうそうね、うん、全部もらって全部取りに行ってこれで落ち行くなすごいね、夢がある話をこうしていただきました、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしますみずたまりボンドのトミーです。カンタです。引き続き今夜のゲストは田村敦さんです。よろしくお願いしま す。ということで、この時間僕たちみずたまりボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしておりますが、このゾーンで一部地域でお聞きの方とはお別れになります。はい、ということで、リアクションメール読んでいきます。ラジオネームアンリミテッドさん、この番組が始まって一番 YouTube の話ちゃんとしてる気がする。確かに、逆に今までの放送って何話してたんだろう記憶が消えるくらい今日は実りのある会話満載でした。そうですねいや確かに、僕自分で聞き直しますもん、ね、確かにマジで大好きすぎて。俺が二部時代に、はいはい、オールナイトニッポンの二部やってた時のディレクターが来てんのよ。あそこにわちゃんっていう人がいいんだけど、そのにわちゃんのお弟子さんが今ディレクターさんやってんの。でにわちゃんがさ、ね、朝の番組なのに、はい、わざわざ俺来るからって来てくれてる、でそのお前どうなんだよちゃんと喋れるようになったのかみたいなので見に来てるから俺もちょっと頑張って喋ってるって言うのあの頃のみたいなやつだ。いや別にあのにわさんに教わったことちゃんと守ってますからっていうのすごい。それこそその淳さんのそのオールナイトニッポンゼロ聞いてた人が聞いてたりするんですかね今。いやどうなん、リスナーは一緒じゃないんじゃない。でも淳さんが2部でやられるっていうのはすごいことですよね。聞いてんのか、うんこブリブリ共和国聞いてるかなっていうペンネームのやついたんだよな、ね、あでも覚えてるもんなんですねやっぱり。覚えてる。そうなんですね、うん、すごい。確かにペンネームとかラジオネームがすごかった覚えはありますね、はい、質問が来てます、はい、ラジオネームなおといもけんぴらいみさん、あつしさんは普段どれくらい YouTube を見てるんですか、うん、よく見ている YouTuber がいれば教えてください。お、あ確かに最近は、はい、なんかね、はいはい、その有名 YouTuber の方も見ますけど、はい、東海オンエアとか、はい、ミスターマイボンドとか、はいはいはい、でも最近ハマってんのは知らない主婦が、はいはい、K を改造してるっていう動画がめちゃめちゃ好きで、そんなんがあるすごい。なんか全然そのすごい改造してるわけじゃないんだけど、うんはい、なんか気になりますね。なんか見ちゃう。あ、うん、YouTube っぽいっすよね、うん、そこまでこだわってやってるっていうのも DIY みたいなやつですね。そうそう DIY のすごい主婦っぽい、はいはいはい、すごい本格的じゃないの、はいはいはい、仕上がりも全然良くないの、だけどこの主婦の人でもこうやって頑張って何か発信しようとしてるんだっていうのになんか心が動かされる。でその人の動画が再生数増えてたら嬉しいですね。嬉しい、うん、確かに。あこの前見た時よりもまた増えてると思って、あそれはいい YouTube、うん、確かに見てるね。見てるんですね。逆に TikTok とかを見たりするんですか。 TikTok がちょっとなんか分かんないんだよね、全くやってないから。あそうなんですね、うん、僕らもだら僕らはその、はい、淳さんにテレビの淳さんに、うん、YouTube を認めていただいてもらってた手前、うん、僕らは YouTube の僕らは TikTok を否定しちゃいけないなと思うんですよ、うん、だから一生懸命こう見ようとするんですけど、はいうん、なかなかこう見れなくてというか、どうすればいいかなと思って。いや知り合いはいる、ネオちゃんだけど、ネオちゃんが、はい、うちの番組に来てくれて、はい、で TikTok ってこうなんですって言われて、うん
一緒に撮ったけど、はい、ちょっと俺一人になった場合どうやって撮っていいか分かんないから。そうですよね、ネオちゃんがいないと撮れないだからあ、そう、ね、ネオちゃんで。でも最近その YouTube で、うん、なんか突然、僕らも結構 YouTube 見てるんですけど、うん、50万人ぐらいの登録者を持ってるチャンネルが突然現れたりするんですけど、うん、だいたい TikTok でバズってるんですよ。へー、 TikTok でバズると50万人ぐらいいくんですよ今。へえ。しかも TikTok でバズって、自分でバズってる人もいるんですけど、 TikTok に天才動画が勝手に上げられて、うん、そっちで急にバズって、うん、YouTube でそのほぼ登録者いなかった人が急に天才動画からバーンってこっちに流れてきて YouTube で登録者が伸びる。うわ面白いね。そうですよ、だから大体は YouTube 上にヒットしてる動画があったりするんですけど、うん、僕らが本当にノーマークの人が有名になってるんですよ。そうか、うん、キャッチできないから、何なんだこれはってなると どこからみたいな。それこそあのエイトさんも、はいはい、スネイトさんも、うん、TikTok であの曲がバズって、あ、うん、そうなの、 YouTube で何千万再生になってるんですよ。そうそうそう、へえ。だからもう僕らもあんまり分かってないんですよね実は、うん、水溜りボンドの世代で分かんないってことあんの？ TikTok、いやでもだから僕らもちょっとね反省だよねそこはね。今のでも僕らのチャンネルもその10代とかは 10% とか 20% もいないんですよね、うん、同世代がやっぱこう徒党を組んでるイメージですね、うんうん、だからやっぱそのオールナイトニッポンとかできたのも多分そこも多分あるんですよね、はい、そのちょっとこう上の世代というか、なるほどなるほど、ちょっとこう夜も起きてる世代になってきてるのかなと思って、うんうん、多分今の22とかそれより下は掴みきれてないです。水溜りボンドか、もう一個新しいのが来てます確かにもう一波来てる感じするね、なんか、はい、うわじゃあ無理じゃない、俺何世代超えてそこにチャンネル合わせてる周波数合わないんじゃない、はい、もうということで、はい、水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロ、ここでここのゾーンで一部地域でお聞きの方とはお別れになります、はい、ここで一曲、東京事変現役プレイヤー。時刻は4時を過ぎました。水溜りボンドのトミーです。神田です。そしてここで田村敦史さんとはお別れのお時間となります。ああ、早かったな。めちゃめちゃ楽しかった。ちょっとメール読ませていただきます、はいはい、ラジオネーム桃の缶詰は白桃派さん、はい、日本放送の株買いましょう、株主優待で一部行きましょう、そんなんで言っちゃダメでしょ株主優待で行く人って初めてだトーク力じゃなくて株の保有率で、うん、めちゃめちゃ、いやでもめちゃめちゃかっこいいけど保有率だからってですね、今っぽいなってなるけど、もう自分たちで選ん、自分たちで、はい、お金あの用意したんで一部行きますわいやいやそうですね、そのなんかその協賛みたいなやつも全部自分たちの名前を持ってくれ持ってくれいいじゃん、このこれを聞いてるリスナーさんにも株買わせていくっていうあいいねいやいやいやそういう時代じゃないいや追い出されます、追い出されます、危険分子すぎるからねそいつらが毎週来ることがはい、続きましてラジオネームイグアナそばさん、はい、僕は淳さんの面白いものはちゃんと面白いと評価するという姿勢に非常に感銘を受けました、うん、はい、明日からはグラビアアイドルがおすすめしている映画も見てみようと思いますあ、いいな、確かにいい感性、そうですよね、うん、人生変わりますねこの人は今日、ね、うん、確かに淳さんすごいですね、はい、はい、じゃあ次いきます、うん、あ、これ質問ですね、はい、うん、ラジオネームボンキングちゃん、はい、アツシさんは奥さんがいらっしゃいますが、もしも YouTuber になりたいと言われたら賛成しますか反対しますか。あ、嫁が、いや、お子さんですね。あ、子供が、はい、あ、全然賛成するし、むしろ早くこう自分の、うん、なんていうの、はいはいはい、意識が意思で、うん、意思、自分の意思でちゃんと、はい、YouTube 出たいっていうぐらいになってほしいけど、まだ3歳だからさ、まあ分かんないですからね、分かんない、どっちか分かんないから、すごい、へえー、そうなんですね、うん、あ、じゃあ YouTube でバカ当たりとかじゃなくて、はい、YouTube を使って自己表現を自分でちゃんとできるっていう子にはなってほしいから、ああ、なるほど、何を発信したくて、はいはい、何を届けたいのかってね、うん、そこまでの意思ですね、うん、確かに。でも今後一番大切になる能力ですもんね、うん、それって多分、そうそうそう、そうですね、だからどんどん一緒にもやりたいし、教わりたいし、カジサックさん的なこともありえるんですかね。ああ、だから娘がいいっつったらそうしたいよね、うわ、僕らもなんかプレゼント買ってきますね、うわめっちゃアンパンマンのやつにしたそこまだアンパンマン行くし、ね、僕らがやっても数字当てようとしてますいつかアンパンマン当てようとしてるこの人はい、続きましてラジオネーム、はい、塩おむすびさん、はい、いつか淳さんと水溜りボンドの YouTube 共演は楽しみに待ってていいですか。出してよ。本当ですか。いや俺はいつ
つかどのどっかのタイミングでその YouTube なんかこうお邪魔するんだったら水溜りボンドの方がいいなと思ってて、うわすごい、だから行ってないのよ、行ってないんだけど一回ホリエモンさんが来たんだけど、でもホリエモンさん別に YouTuber じゃないでしょ、あーそうですね、くくりとしては、はいはい、だから YouTuber の人とはやってないの、はいはいはい、いやすごい嬉しい、そうですね、だから呼んで、なんかそのギャラとかいらないから、ギャラとかいらない分が、いやいや、まあそうですけど、うん、それはいらない、いらない、本当にいらない、淳さん淳さん必要な時に呼んで、その代わり2人が、はい、いやこの企画やる時には淳さん必要だよねっていう時に行きたい、ええー、いやもう考えよ、確かに、うん、歴史的ないですよ、僕らからしたら、うん、あつしさんがこう僕らの YouTube チャンネルに出ていただくっていうの、うんうね、いや俺だって嬉しいし、その前ねだってね、あの番組の時はね番組だったから、はい、なかなかその YouTube 自体もね、うん、難しかったし、はい、うん、それこそでも、もう僕らもいつかね出させていただけるような日があったら、はい、でもぜひぜひ、えあこっち側に出てくれんの、いくらでも出ますよ、いつでも聞きました、ウームの方あつしさんさっきウームにとんでもないこと言ってましたよでちゃんとねフォローしてますもんね僕明日社長に会うんですよ、あつしさん、僕明日川田さん、川田さんに会うんですよ、僕社長に会う前の日にウームやめた方がいいって言われてるのに、どうすればいいんだ俺は。一番初めにあつしさんの番組出させていただいた時、川田さんも一緒に行きましたからね、あいたのあそこに3人で、僕らがテレビが、あそうだそうだ、川田さんが説明してくれたんだよね、そうですそうです、で俺その後川田さん俺のラジオ番組にも出てくれたから、はいはいはい、うん、いやだからもうあの時はもう保護者同伴みたいな感じで、うん、そのじゃないと怖かったその来てくださって、そっかそっか、で懐かしいな、いやそうですね、もうギャラを聞かれた時に僕らガリガリ君の本数で答えたんですよね確かそうだもう忘れちゃったけど、ね、何本って言ったかも分かんないけど、うんうん、なんかそれで答えたなと思って、なんでガリガリ君の本数なんでなんだろうね分かんないけど、うんうん、そんな思い出はありますね、あったね、続きましてラジオネーム田舎のめぐみさん、はい、あつしさんステッカーをもらいましたか、2人が一生懸命試行錯誤し大量に発注してたくさん残っていて早く開けさせるためにゲストさんにも配っているステッカーです、はい、ちょっとトミーあつしさんに渡そうよステッカー、ちょっとステッカーいやめちゃめちゃくだらないですよいやいやでもそういうノベルティグッズでしょ、こんないらないです、何やってんですか番組のグッズってめっちゃあるじゃんそれ100枚200枚単位であるよあでもあれです、オフィシャルヒゲダンディズムさんも、うん、ヒゲダンの藤原さんも、うん、たくさん持って帰ってください、他の何枚ぐらいあんの、発注したの1000枚発注しちゃった、1000枚間違えた、不評なんですぐこれ配り終えて次のステッカーに行きたいんですよね、はい、で淳さんにも配ったっていうのを言いたいんで僕ら、はい、ちょうだいよ、はい、これそもそもなんかこちらこれこんくらい持ってきますそうだね、そんぐらいもらったこと、いやいやいや絶対いらないですよね、トミーデザインなんで、いやいや言うなお前トミーのなのこれ、いやじゃあこれはめられたんですよ、僕も考えたそのなんか MacBook にその貼る、うん、ステッカーだと何がいいかなっていうその中でこんな小さいのじゃなくて MacBook の背に一面に貼る YouTube の画面っぽくて真ん中にこのリンゴがこう抜かれてる感じ、はいはい、ここがね、はい、リンゴモザイクかかってるんですけどねボロボロのその事情で、そうね、いろんなことあるから、はい、でなんかちっちゃくされたし、なんかクオリティもなんか僕の原画としてなんかそのイラストのレーターの方が変えてくれるのかなと思ってそのまま擦っちゃって1000枚も画力がある方ではないよね、いやそうなんですよ、しかも画力ないなんか見たくなる絵でもないんですよね、はい、僕からしたらちょっとちゃんとしてほしかったなって、いや違う違うのよこれ1000枚も擦っちゃダメなんよ本当に、いやでもこれ明日の動画がなんかにしてアンパンマンと戦わせるっていう、いやいやめちゃくちゃ低い、めちゃくちゃ低い、出してみようね水溜りボンドの力がどのぐらいあるかそれ僕らの力じゃないですちなみにちなみにそれは僕らの力、水溜りボンドの化身を出してみるかそれねもうなんかね僕らもう何としてでも再生するよねそしたら関係値立たれるぐらいの再生数叩き出したからもうあれダメだなあいつらもうってすごいな、いやそうなんですよ、それでね作ったのがあるんで、なるほど、いただいていきますよ、すいませんありがとうございますありがとうございます、いやありがとうございますっていうかね、てかリスナーにも配ってるんでしょこれ、はい、ただ毎回5枚しか、毎回5枚ぐらいしか、じゃあ減らないね、そうなんですよ、だから1000枚って、いやじゃあその分ちゃんと続けさせてくださいよっていう話、いやだから一部なのよ、いやいや一部にこれ持ってくんですか、繰り越しでそうだよ、繰り越しでこのデザインの繰り越しで 100% 株買いまくっていったやつこれでね、これでいくやつはね
今日きっかけにみんななんかリスナーも一部を意識し始めるんで、はい、リスナーが意識し始めるから引き上げられんのよリスナーに。一部の方々のリスナーからの当たりが強くなることはないですか？ないよ、だから飲み込めるから。あ、いやいやいや、飲み込むんですか？僕らそこも飲み込めるよ。そこもこう自分たちのものにしてこう進んでいくんですね。ぶっちゃけどうなの、一番倒しがいがあるのはナイナイさんのとこだと思う。いや何を言う、何を言う、だってずっと日本放送倒しがいって何なんすか？倒しがいよ、倒しがいの。いや三四郎と交代になったら、うん、ああまあまああるよねみたいな。いやないないないですないです。なんなんですか？ナイナイさんが春終わって、うん、春終わらした理由なんだ、誰なんだっつって、うん、その後釜が水たまりボンドってなったら何を言ってるんですか？いやもっとかかるじゃん、エンジンがかかるじゃん。あ、いや、まあ、とんでもないものを背負いますよね。まあそうです、日本のエンタメを背負うことになるんで。そうだよ。なぜでも僕らが今からナイナイさんを引きずり下ろしてそこに座るんだってなりますけどね。僕らその気持ち持っといてよ。そうですね、確かに、あのブースで足ガクガク震えたぐらいだった、立ってましたかね僕ら。最初はそうだよ、みんな震えるんだよ。でもなんか戦う意識みたいなことなんですかね、うん、当たんなくてもさパンチ打とうよナイナイさんに。いやいやいや、やばすぎ。だって毎回その水溜りボンドの前のラジオがあのナイナイさんなんでしょ、曜日としては。そうです、そうです。じゃあリスナーさんもさ、はい、こう流れてくるじゃん、聞いていらっしゃるかもしれないですね。もう取り込むしかないでしょ。あ、なるほど。その人たちをもう全部こっち側に吸収して僕が登っていくってことなんですね。うん、多分現状取り込まれていってるんで、あ、もうどんどん吸われていく気がしますけどね。UFO みたいにこう上に上がってって上に上がってってんの。いやいや、でもそ、ね、でも確かにそのナイナイさんとまさかお会いできるとか、うん、淳さんにこう来ていただけるなんて僕らの人生でないと思ってたんで、うん、そこに感動してそういう戦う意識はちょっと忘れてたかもしれないですね。でまだまだ若手なわけですもんね。 そうだよ、26、27なんだから勝負かけていいぐらい、ゴリゴリにさ、もう表上はなんかニコニコでいいんだけど、うん、やっぱハートはさ、うん、もうギスギスでいいと思う。確かに僕らゼロやれても毎日嬉しいと思いながら帰ってた。ゼロで満足しないでよ俺の水溜りボンドが。俺の水溜りボンドマジで、ね、それこそもうストックオプション持ってるみたいな状態ですからね。そうだよ、俺はもう結構最初にファーストラウンドで買ってんだから、そうです、ね、株を。だから水溜りボンドって僕らが一部に上がるのは一部上場するみたいなことですね。そうだよ、 IPO だよ。なんで僕ら買った僕らは企業だと思ってるんですか僕らのこと。企業じゃん、もうだってメディアなんだから。まあ一大メディアよ。まあまあ確かに。でも僕ら一部上がった時にやった上場だってなるんですよね。そうだよ、この金鳴らそうぜ。カンカンカンって本当になんか買収したと思われる。何やってんだよ。マジで一部に上がった時の一発目のゲスト俺呼んで。いやもう絶対、いやでも絶対とか、何俺らはなんか一部になるみたいな。いや絶対呼びますじゃないですよ。アツシさん絶対俺ら呼びますじゃないですよ。いやでも今エンジンがかかったんじゃん。なんか楽しい日ではありますね。まあまあ確かに、書かれ方によってはやばい発言を仕掛けたわ今。なんか水溜りボンド一部目指すらしいみたいな。いいじゃん、目指した方がいいじゃん。一部一回目アツシとゴンゴ鳴らすみたいな可能性ありますよね。ゼロってだってそういうためにあるんでしょ、その上がって上がっていくために3時からやってんのよ。いやまあ俺も3時からやってたから。あ、で上がられたわけですもんね。上がった時めっちゃ嬉しかったし。え、そのゼロやられた時は上をもう行くぞっていう。いや、やっぱその時はゼロじゃなかったけど2部っていう言い方だったけど、一部に上がるっていうのがすごいやっぱ夢だったから。どうやって言われるんですか、そのそれを。あの庭っていう人が騙して唯一俺のことドッキリかけたのよ。え、その今日でラジオ終わりますみたいな。え、ガチガチなんですか。でなんか封筒で渡されて、俺こんなに今乗りに乗ってるロンドンブーツをここで日本放送ラジオ、はい、あの切るんだっつって、はい、マジで俺日本放送出ねえみたいなこと言ってて、マジで怒ってた。実は一部なんですみたいな。いやそんなあったんで、ね、でもしばらく喋れなかったもん、なんか怒りの方が強くて。なんだこのドッキリ。絶対かけちゃいけない人だ。ドッキリかけちゃいけないタイプの人。唯一で俺にドッキリをかけてきた。あ、そうなんですね、うん。あ、そうだからやっぱあるんで、その一部に上がる瞬間はなんかドラマがあんのかもしれないけど、ね、でもかっこいいっすねそれが。もうあったら、いやまあでもね、そうまあまあまあ、でもこんだけ淳さんにもう何回もラジオ呼んでいただいたりとか、うん、クイックジャパンの対談にもこう出ていただいて、うん、そうそうですね、もう
それぐらいしないと返せない恩があるかもしれないです。上場するしかないって説あるよね。そうでしょ、やっぱ俺が見込んだ水溜りボンドはもうすごい天まで駆け上ってったよって言いたいし、はい、いやそうじゃないとね、いやもう本当にでもね夢絶たれましたとか娘に言いたいじゃん、3歳の娘がさ、うん、大きくなった時にパパは水溜りボンドをすごい前からでも一番にはもう言ってくださってた。いやそうですよね、もう本当なんで、でもそうね、だからそのこれで来年度というか、あの普通にゼロも下ろされてたらもう笑えないですよね。もう本当だよ。そうですよね、そうっすね、何やってんのって話ですもんね。降ろされるってなった時にも呼んでね。俺はもう抗議するから。まだ諦めないですね、そこでも、うん、何にもしがらみないんだから。めちゃめちゃ僕ら降ろすの怖いっていう状況になってる。確かに、なんか淳さん来るらしいみたいな。あいつら絶対呼ばせないですけどね。リアクションメールですね、はい、ラジオネーム別れ際ちょっとムキになるさん、はい、一応確認なんですけど、今日の放送ってアツシさんがぶちかましていたいろんな爆弾発言は全部水溜りボンドの本音をアツシさんが代弁してくれたという認識でいいんですよね。そうだよね。言いづらそうにしてるから。ダメ、そんなことはないです。裏で言ってたみたいになるじゃないですか。言いづらそうにしてることを俺が代弁してるだけで、そんなことないね。みんなもちゃんと一部まで応援してねっていう。いやいやいや、まあ、ラジオ付き合ってくれてんだから3時から、まあ、そうですよね。でもそうですよね、うん、こういつまでもそのリスナーの方を3時にこう応援させる、一緒に夢を見ようっていうことですもんね。そうそう、いい景色を見る、いい夢をたくさん見せてきたでしょ今までも。いや、まあ、チャンネル登録者数がこんな増えた、はい、こんな増えたっていう、はいはい、次はだからメディアをどうやって食っていくかだよね、はい、やばいじゃない。マスを食う、マスを食うとかはちょっとねあれですけど、ね、マスを食い散らかしてほしい。表現がね、そのそう見えちゃうじゃないですか。今後俺がなんかテレビ出た時は食ってんなって俺は思うよ。そうやってナイナイさんに挨拶するの怖いっすもん。もう今なんか食おうとしてるんかなみたいな、ね、そのヤンキーの先輩帰ったあとめっちゃ怖いみたいなね。どうしようみたいな、後ろ盾いなくなったみたいになっちゃう、ね、来週楽しみだね。確かにそう、ね、なんかわかんないけど、そのオープニングでオープニングの時だけ聞いてんのよ。そうですね、エレベーターとかで聞くとか楽屋で聞くとかだから、うん、はい、そこでちょっとずつかましを入れてってほしいよ。ナイナイさんに対して、ナイナイさんに対して何個目だと思ってんすか僕らの。あ、ちょっとそのじゃ受けて立ってくれると思うよ。ナイナイさんなんか若いのが来たねみたいな、なんかごちゃごちゃ、いやでも怖いな、なんかたまにあるパターンですよね。なんかね、なんかあいつらがごちゃごちゃ言ってるみたいな言われもうラジオで言われ始めたらもうそんなの美味しいじゃん。まあ、まあ、確かに水溜りボンドがなんかちょくちょくなんか喧嘩は売ってないんだけど、喧嘩風なやつ売ってきてんな、ごちゃごちゃ言ってんのあいつらみたいな。リスナーさんにめちゃめちゃ嫌われますよね。ナイナイさんのリスナーに。ナイナイさんのリスナーもこうなんかこうハートある人は好きだと思う、ただ単に喧嘩売るんじゃなくてちゃんとこうリスナーラジオ大好きです、一部行きたいんですよ、行かしてくださいよ。もうナイナイさんいいじゃないですか。いや、やば。でも昔アツシさんそんな感じでやってたな。いや、そうなんですよね。そうだよ、アツシさんの。ナイナイさんお疲れ様でしたっつってるでしょ、うん、ダメだよもう。いや、ダメじゃないんです。ダメじゃないです。なんか台本にバテてましたねみたいな。ナイナイさん後半バテてましたね。じゃあ始めていきましょうか。僕らはここから行きますけど、うん、みたいな。アツシさんより先輩ですよね。ナイナイさん。そうだよ、俺より先輩。俺の恩人だしね、矢部さんは。あ、そうなんですね。そうそう、矢部さんがなんかこう俺本当は司会とかやりたくなかったのに司会をやり始めて、りょうさんがあんまり司会できないから、はい、でその時に司会面白くないって言ってたら、矢部さんが淳司会は確かに面白くないけど見てくれてる人がいるから、で、お前の司会だったからこの番組盛り上がったとかって言われた時の快感があるから、それ言われるまで頑張れっつって俺やった、だから矢部さんには頭上がんないからこそ、俺が認めた、俺がベットした水溜りボンドがナインティナインに引導を渡してほしいの。やばいやばい。引導を渡す。引導を渡すという表現。もう僕リトルアツシさんみたいになっていけってことですね。仕掛けてってほしいの。でも昔のアツシさんのそのテレビ出てる映像とか見るとちょっとやっぱヒリヒリしますもんね。なんかその、はい、そうね。だし僕らその世代なんですよね、うん。そのダウンタウンさんとかよりもやっぱ。アツシさんとかの世代のテレビをこうバッチリ見てたんで、うん、まあそうですね、ヒリヒリしましたもんね、あの時戦ってるなっていう。さすがにでもダウンタウンさんがラジオブースに入り込んできた時はマジで足震えてたけど、ね、そんなことあったんですか。24、25の俺は、うん、
あれオールナイトニッポンだったと思うけどな。ええそうなんですか。26、7かな、まだ髪赤い子。乱入があったの。そう、乱入されたの。はいはいはい、なんかリージャパンっていうなんかユニットで明日があるさっていう曲を歌ってる時になんか乱入されたんだよね。うわダウンタウンだと思って。と思ってじゃないですよ。大丈夫ですか。いやだから戦ってきた戦場が違いすぎますよね。怖っ、うん、ってなるよねやっぱり。でも僕本当にあの村がつい漢字でついてる人だけを集めて、うん、その旅に出ようって村の会、志村さんとか、はい、岡村さんとか三村さんとか、三村さんとか、あの時にあの開口一番ぐらいでまあなんかその序列みたいなやめましょうみたいな淳さんが言って、って一番年下がやっぱりねかまさないと、ね、いやもうだからああいうのなんかすごいっすね。あれもでも結構最近ですもんね。もうその僕らが高校生の時とかじゃないもんね。3年前かな。そうなんですよ。だから高校生の時とかもっと前とかはもうロンハーで433歳ぐらいの頃で、はい、43歳でもまだそんぐらい戦ってるんですね。そうなんです。そう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 。で、だから俺らが中高の時とかはもうなんか今のテレビだとありえないような映像が流れてて、ありえない映像流れてる、ね、だからどうやってやったんっていう。そう今無理だもんね。どうやって許可取ったんみたいな。だから仕掛けてよ毎週。そうですね、あれを見て育ったんでね僕らは。なんか後半ナイナイさんの後半のトークってなんか意味わかんなかったね。では始めてまいりましょう、水溜りボンドのっつってちょっとチクッじゃないですけど、なんかチクッ、なんか、うん、なんか言うとるな。いや、バカだと思われますよ。前半は良かったっすね、それではみたいなことですね。いやそうそうそう。じゃ来週やりたくねえっすよ。来週俺聞いてっからね。来週のハードルすごいことなってる今。来週板挟みじゃないっすか。そうね、あと触れられなかった時の恐怖ね。それやって、ね、無視された時の確かに、ね、やっちゃったかんね、この謝るのもねつまんないし、ね、そう謝るのもつまんないしね、はい、ということで、はい、本日のゲストは田村敦さん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでここで1曲、田村敦さんからのリクエスト曲です。お願いします。はい、これねすごい曲なんですよ。歌詞を作るのに、はい、2,3 年かけて作ってる歌詞なんですよ、はいはい、歌詞と歌詞が対決してって、はい、最後一文字になるんですけど、えモールスさんっていう、え気になる、すごいあのいい歌なんで聞いてください、はい、トーナメントです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お送りしてきました水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロ、そろそろ別れの時間でございます。はい、ありがとうございます。はい、この番組はですね、うん、ラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。はい、はい、絶対聞きます。絶対聞いた方がいい。絶対に聞いた方がいい。僕らも聞きます。ちょっとねあの嵐のように過ぎ去っていったから、はい、ちょっとねもう一回聞いた方がいいかもしれない。あとアンパンマンの動画を再生するのはみんな忘れないように。忘れないようにね。うん。で、あとラジコのシェア機能で友達にお勧めすることができますので、そちらもぜひお願いします。はい、ね、お願いしたいですね本当に。はい、本日のオンエア曲採用者はラジオネーム、はい、ピノコさんでした。ありがとうございました。はい、はい、メール読んでいきます。ラジオネーム、仏の顔に、泡パック、さんです。はい、おいカンタ、お前今日アツシさん来てるからって青い鳥飛ばすのひよったな。はい、ひよりました。はい、ひよりました。めちゃくちゃチェーンソーとかももう全部なくしました。いや、うん、そうなんだよね。でもなんかいつもやってる俺らのチェーンソーなんて別になんかもう爪切りぐらいだよ。アツシさんめちゃくちゃチェーンソーだったよ今日。やるわけない。やるわけないからね。うん、なんでやんのって。俺がもしそれをやる日があったら、うん、トミーは俺のことを殴る。思い出せ。いやでもねすごい回でしたね本当に。すごかった。なんかそのスターというか、うん、カリスマのなんかそのそうだよね、を一瞬見たなみたいな。見た、ほんと一瞬だったなみたいな。時代をこうやっぱ作る人ってこのレベルなんだなって、うん、そうだね。ちょ来週どうする。え何来週どうする。結局何どういうこと。行く。いや、イグーじゃないのよ。イグーじゃないのよ。酒飲みと下げみたいな。かましていく。かま、どういうこと。最初に何々さんちょっと後半あれでしたねって。まあでも言うとしたらトミーだから。確かにね。俺が最初の一言なんて言うからね。うん、いやいや挨拶っていらなくない。いやすぐ感化されんな。やっぱりアツシさんも言ってたし、うん、何ちょっと俺今日帰り株調べてみようと思う。いや失敗する失敗する。ちょっとね、うん、最近簡単にできるらしいからちょっとやり始めて。大損こくよそういうやつは。そういうやつは大損こいちゃうから。それはやだな。まあでもちょっとねあの僕らの視線をちょっとね
あの変えなきゃいけないかもしれないですね。そうですね、ちゃんと根底に一個筋通しつつ、うん、もっとこうラジオっぽいラジオをどんどんやってってもいいかもしれない、ね、YouTuber がラジオやる意味もありますからね。そうそうそう、まあでも 来週ねすごい丸くなってるかもしれない。その場合は明日社長にめっちゃ僕怒られてます、はい、来週めっちゃ僕おとなしいです。その場合は元気に行こう、うん、俺は何も知らずに突っ走るからあの、ね、机の下で足蹴るけどね。そしたらちょっとあ、もうやめたからっつって怖いな、そうですね。ということで、はい、日本放送でお聞きの方はこの後4時30分から上柳雅彦さんで朝ぼらけでございます、はい、ということでここまでのお相手は水溜りボンドのトミーと寛太でした。ありがとうございました。